大分市の岩田高校を訪れたのは、日本の中高一貫校にあたる台北市立南岸高級中学の生徒20人です。この教育旅行は台湾との交流促進のため県が受け入れているもので、台湾の生徒は今月13日から大分を訪れています。岩田高校では生け花の体験が行われ、台湾の生徒と高校生が英語でやり取りをしながら花を生けていました。日本の文化と台湾の文化、文化交流を楽しみたいですね。今喋ってみてとても優しかったので楽しいです。県によりますと、こうした教育旅行で昨年度海外から57団体949人が大分を訪れているということです。